はい、皆さんこんにちは。リープスコーヒーの石井です。今日はですね、我々が単独落札したエチオピアのゲシャビレッジ、6位のコーヒー、ハニープロセスのコーヒーを今日は抽出していきます。今日は、リッティングで削ったコーヒーに 13g のコーヒーを今日使用しています。でドリッパーはですね、台湾製のCT62 という、僕たちがいつも使ってた、ハリオ V60 よりもさらに2度角度が広い、ドリッパーになっています。そうすることでこう面積が、広がることで、抽出効率が上がるっていうことと、あとは通常のドリッパーはですね、ドリッパーの内部が凹凸になっているんだけど、このドリッパーは溝になっていることでペーパーがしっかりと張り付く。そうすることで僕たちが一番その懸念している、ウォーターのサイドチャネリングっていうのを防ぐことができます。でこれが成功すると、僕たちが目指していきたい甘くてフルーティーで、クリーンなコーヒーになっていきます。でこのドリッパーはですね、水平が取れないドリッパーになっているので、必ず僕たちはこのグラビティ水平器をしっかり使って、まずは水平を取ってから抽出を開始します。これすごく大事で、水平が取れてないと、角度がこうなってる、こちら側から、抽出が多くなってしまって、こちらの部分が抽出で、こっちがやや未抽出という状態になってしまいます。 TDS もパック、はい、では抽出していきます。今日僕たちの抽出は1対15から1対16の間でレシピを作っています。はい、まずお湯は90度、最初の、40g 注いでいきます。1投目と2投目に成分をしっかり出す工程なので、ウォーターストレスをしっかりかけていく。で3、4、5投目で、成分の濃度の調整をしていきます。30秒いきます。1投目、2投目でしっかりストレスが加わってないと、甘さ、酸味、あとはフレーバーもやっぱ落ちてしまいます。成分の抽出がされていないので、後半の濃度だけの調整になってしまう。なのでこの1投目、2投目のウォーターフローのストレスというのはとても大事です。1分までで。は3投目、ここからはもう成分がしっかりと出終わった後なので、優しくここからは濃度の調整をするように優しく入れていきます。同じく 40g。 僕たちはそのタイムでなるべく進めるようにグラインドサイズも決めています。30秒ごとに 40g、90度のお湯を5回に分けて入れるだけ。でここからは、4投目も濃度調整なので、ほぼセンタープアでストレスをかけずに内圧だけを広げてあげていきます。で最後2分になったら最後の1投を加えるんですが、こちらはもう最後センターフォアで大丈夫です。最後の工程はもう濃度の調整だけになるので、なるべくコーヒーにストレスを与え、風船を膨らまして縮めるような感じです。抽出タイムは2分45秒。完成です。
このコーヒーはストロングコールド S7X で焙煎されたもので、豆乳量は 400g で、タイムは約8分半から9分で焼いたコーヒーになってます。このコーヒーの特徴は、まあ、蜂蜜のような甘さと、あとはお花のような香りがするので、温度変化でとっても味の変化が起こるコーヒーになるので、長く楽しめるコーヒーになります。で、僕たちの入れ方は、産地個性をしっかり感じ取れるということと、あとは液体の甘さと液体のクリーンさを大事にしています。で、誰でも簡単に入れれるレシピなので、ぜひ皆さん試してください。